ウモリのいるところアストスアリッカ行くぞ。ここは私の記憶に白い壁、白い床、それにこの居心地の悪い空気。記憶にあろうがなかろうがやることは一つ。分かってるわ。アストスを探しましょう。全然力出せてない。なんだと。生きてやるぞ。倒しきれるか。みんなは大丈夫？悪かったな。苦難があるからこそ強くなる。やるか。サクッと倒そう。どうする？ところどころ脆くなっている場所があるから気をつけないと。本当に迷惑な忘れ物だね。さてと、一度体勢を整えよう。どの部屋も似ているな。これは迷うぞ。全く同じわけではない。小さな人手応えがなさすぎる。いつもこうだといいんだけど。行け。宝箱か。
破する方法があるはずだ。探せ、考えろ。ブラストぞ。離れられたかな。これはまだやれるけどな。開かずの扉ね。こういうのは条件が合えばあっさり開くものよ。扉を開けられるかな。ネオン、ルフェインのことは知ってるか。大昔、この世界にはコーネリアの他にルフェインという国があった。コーネリアがずっと大きくて、ルフェインは田舎の村みたいな雰囲気。コーネリア人はルフェインを下に見ていた。ところがルフェインが短期間で大きく発展した。複雑な機械や乗り物を作り、そして武器も作った。さっき見つけた鍵で開けられそう。お疲れ様、ジャック。開いたわね。Let's go!
せずに。ポーションが切れそうだね。気をつけて戦わなくちゃ。少々まずい状況だな。落ち着くんだ、落ち着け。健康だ。すごいの来るぞ、注意。話途中だったね。まあすぐ終わるよ。コーネリアは大国だったけど、戦争が長引けばルフェインに負ける。兵器の性能を目の当たりにした国民が不安に思い詰め、ルフェインが突然消えてしまった。まだ鍵のかかった扉。古代人はセキュリティ意識が高いのかな。敵発見。蹴散らしてやるさ。分かってますとも。鍵が必要ってことでしょ。開かないときたか。他にも鍵や扉があるということかしらね。今はここじゃないってことかしら。大歓迎だな。これで扉を開けられるってわけ。対応してるかどうかは調べないとわからないけどね。扉がやたら多いわね。それだけ重要な場所なのかしら。
リアの風景に馴染まない異質な場所はルフェインの忘れ物と呼ぶ。そう聞いたことがある。この塔はこれまでなかったんだから、忘れ物というより贈り物。迷惑な贈り物だ。閉じ込められた挙句敵のお出まし。ルフェインは何を考えてこんなものを用意してるの。俺たちを試している。これでいく。なかなか手強いだ。落ち着いて対処するしかないだ。これで行く。してほしいわね。結晶の輝きに反応して光っているのね。ああ、だが全てが光っているわけではなさそうだ。これまでの経験からすると他にも結晶があるかもしれない。探そう。これでどこに行けるようになったのかしら。頭がぐるぐるしてきた。もういい加減にしてほしい。全部反応したみたいね。調べてみましょう。扉の向こう。
私の予感ではアストスと会えるんだけど、どう？俺は強い闇の気配しか感じない。あら、気を引き締めていかなくちゃ。俺たちが遊んでやろう。これで行く。すごいの来るぞ。ダッシュ、当てにしてもいいか。相手もやるね。鉄の塊のくせに剣に魔法を宿して戦うのね。そんな戦い方をする奴がいたんだろう。まあ、古代の技術とは多彩だな。戦い方をする奴がいたんだ。決まった。ジャック、
どうした？ジャックは？なんだと？ジャック！とどろけ！天候だ。
ションなしではこの先難しい。油断せずに行こう。サーシュ、必ず助ける。記録は全てこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。了解。ただし容量には上限がある。上限に達したらその時はむやみに活動せずに回収を待て。回収ポイント都度異なる。それについてはアストスで確認してくれ。大丈夫そうだな。あんた軽いな。水晶が機能しなかった。それはおそらく容量の上限に達したか。ああ、俺はそれを知っている。だがあいつは誰だ。俺に水晶を渡し説明したのは。あの白い部屋はどこだ。俺はどこから来た。あなたらしくないわね。本当に知りたい。俺たちはストレンジャーだ。この世界にとってのストレンジャーであると同時に俺たち自身にとっても見知らぬ人間。覚えていないことがあってもそれはその方が心置きなく戦えるから。忘却は慈悲。そう言ったのはジャックだろ。でもどっちにしても答えは同じよ。私も覚えていないわ。俺も記憶にない。うん、俺も。私はもちろん知らない。ねえ、それよりアストスの話を聞かない？会いに来てくれたとは嬉しいね。アストスはこんなところで何をしていたのかしらね。記憶が混乱しているんだよな。だがきっと大丈夫。少しずつ整理されるはずだ。本当は忘却が慈悲なわけないんだ。そろそろジャックも過去と向き合ってもいい頃だと思う。アストスの話を聞こう。そのために来たんだから。礼がまだだったな。助かった。ここで何をしていた？義務を果たしていた。私は闇を観察し記録する。永遠に。わからない。もっと詳しく。ああ、話そう。だがその前に力を貸してくれ。外に出たら異形の城が見えるはずだ。これまで存在しなかった新しい城だ。城の中には混沌から生まれた魔物どもがいる。奴らを退治してくれ。他にも以前は存在しなかった建造物を見つけたら同じようにしてほしい。闇と魔物が世界に広がる前に。私たちを利用する気？忘れていると思うが君が望んだことだ。さて、
私はまだ仕事が残っているのでね。また後で会おう。仕方がない、出よう。あっちか。